それから製銅器には実際に武器ですね。ここには様々なこの頃の武器を示しておりますが、実用の武器にはこういう製銅の武器を主に使ったと考えられます。製銅というのは大変資源が少なくて貴重な素材だったと思われますが、大変武器には惜しみなくその素材を注い込んで作っているという感じであります。それとともに今まであまり見られなかったような埋葬が、 見られるようになりますここに示しておりますのは戦いで戦死したかあるいはこう処刑されたかと思われるような、まあ、犠牲者と思われるような人の骨の資料を示しておりますが極めて低調に葬られる人からこのようにこう極めて存在に扱われる人までというもののこう違いが非常にはっきりとしてくるというのがこの時代の特色であります。